五女堰堤五女堰堤、通称五女ダムとは、兵庫県神戸市の住吉川の上流、支流五女谷との合流点に設置された砂防ダムの一つである。昭和27年着工、32年3月完成。右岸が、灘区六甲山町五女山、左岸が、東灘区本山町岡本のいずれも、山林の真っただ中。ただし1972年6月1日の灘区への、編入までは全域が東灘区域であった。高さ30メートル、幅78メートル。六甲山系の砂防堰堤のうち最大のものである。市街地からの道のりもちょうどよく、せき止められた土砂が広場を作るため、東灘区民等の格好のハイキング場所となっている。もともとは、阪神大水害級大水害再発の可能性に、鑑みて作られたものだが、完成から10年間は土砂が溜まることもなく、無用の長物と見られていた。しかし昭和42年7月の豪雨で土石流が発生、一夜にしてダムは土砂でいっぱいとなり、堆積物による平地に木が茂るようになり、今の姿となった。今日五女堰堤のあるところから、少し住吉国本流上流側に設けられていた橋。京廃橋となっており、跡地は五女堰堤の堆積物に埋没している。住吉国右岸を遡ってきた住吉道が現在の五女堰堤部を越え五女谷を渡ってすぐ住吉国左岸に渡る部分に設けられた橋。この五女橋を渡ると住吉道左岸道となり渡らない住吉道右岸道ともどもさらに上流の本庄橋で魚屋道に合流する。本庄橋と異なり今日のハイカーにはほとんど知られておらず、後日の地質学上の五女橋断層に名を残し、わずかに六甲マヤサイド山地図などの古地図などで、その存在が確認できる。五女堰堤は、六甲山地を南北に隔てる東西に伸びた五女橋断層の路頭にあり、五女橋断層に沿って南西方向へ流れていた住吉川はここで五女橋断層から外れて南へ流れを変える。またこの五女堰堤に流れ込む支流五女谷がその直前で大きく半円あざ状に湾曲しているのはこの五女橋断層の右ずれの影響とされる。五女橋断層は逆断層でもあり、大雨、地震等に伴う土石流多発の原因となっている。兵庫県南部地震では動いていないとされるが、慶長伏見地震時に動いたと主張する学者がいる。ありがとうございます。